これめっちゃ疲れんのよ。僕としてはよ、オープニング 10% ぐらいの力でいきたいんだけど 100% 超えてるからもうネタ切ればあんなオープニングを作るぐらい絶対ヤバいやつだって思ってるって。ヤバいやつの動画を見たくない方はブラウザバックをおすすめします。それじゃあ本編入っていこうか。どうもヤバキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、マッサロブスペースメントということで、あのマッサロブっていうのは分かんないんだけど、おそらく地下のブンブンっていうことかな。ということは地下に閉じ込められたブンブンを助けに行くコースなんじゃないんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.92% で、この動画を出してる時ね、宮崎県に僕いるんだけど、宮崎県の皆さんこんにちは。福岡県のヤバいやつが宮崎県に足を踏み入れました。どうぞよろしくお願いします。左のここハテナブロック。外枠石親父、こんなやつに足を踏み入れさせたくねえだろうな。宮崎県の方はごめんね、勝手に足踏み入れちゃって。でブンブンもういるじゃねえか。ブンブンを助けろっていう話じゃなかったっけ。まあ僕の勝手な憶測ですけど、ブンブンって確か踏んだらどっか行く。そうだろう、ならば助けてやろう。助けて。もうこのブンブンは無視していこう。絶対に助けてやらないんだからね。後で迎えに来るとか一言も言ってないんだからね。好きじゃないんだからね別に。そしてこの音符踏んでもいいとか思ってないんだからね。いやー飛ばしすぎやろ、絶対引かれるってこの状況でも今日僕はめちゃめちゃテンションが高いからね、みんな頑張ってついてきておくれ。なんでみんなが頑張らなくちゃいけないんだ。お前が頑張るよ、みんなに合わせるよお前が。はだー、なんで僕がみんなに合わせなくちゃいけないんだ。俺は俺のやりたいようにやる。それがこのチャンネルだ。俺を縛るな。縛りプレイやっていきます。どんな縛りプレイかというと、今から目を隠して実況していくよ。見てて。今僕目つぶってるんですけど、こっからいやこんなの一人でするべきじゃないのいや本当に目つぶってるんだけど、もうジャンプしながら行っていいかな。というかさ、一人で目隠しプレイするなんて絶対また。何やらか魚。すいません、おふざけが過ぎました。もうやっていきません。多分だいたいね、目隠しプレイなんて誰かと一緒にするようなもんだよ。一人でやってもさ、ただ見えないし不安になっちゃうだけだって誰も突っ込む人もいないしさ。さあここのブロックは何も出ないね。じゃあこの果ては何。ギロカ様。さあこっからちゃんとやっていくよ。おふざけはもう終わりだ。絶対ここ何が出てくるんじゃないのか。ブラパトクさ、右と左どっちだろうか。一旦右叩いてみようか。あ、左も何もないんだね。じゃあこっから先にどっかに連れて行かれましたね。土管に入った。あれ、あれなんか土管に入ったけど、どこも移動してないんだけど、え、どこにいるの何をしてんだ。絶対土管に入る音聞こえたよね。ちょっと用途聞いておいて、絶対聞こえると思うから。ほらほらほら、土管に入る音が聞こえるけど、どこも連れて行かれないみたいな。何なんだろうな。右を進化してみる。それでマグマから回避。じゃあしゃがんでいこう。ここはしゃがんでパックンのところをジャンプして先に進んでいく。オッケーオッケー。いや油断するな。何かに成功した後が油断するんだ、人間っていうのは。いつもな。っていうかここピンコインコース、今日もピンコインなの。最近ピンコインめちゃめちゃ多くない。まあまあ3枚かってことは、3枚の扉があるんじゃない。1、2、3。じゃあ一番右から行こうか。今日はこの扉から入っていきたいと思います。さあ何が来る。いやオンオフ変わるんじゃね。いや大丈夫だね。なんか変なになってるけど、左には何も出てこない。え、このカロンって踏めんのかな。上から行くうわ上から行っても当たる気しかしねえな。頼む、当たるなよカロン。それは卑怯だぞ。ドゥ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 。この音楽さ、ドンキーっぽくてめっちゃ好きなんだ。何をするんだい花えもん。いや罠が変わってるとはね、想像してなかった。今の生き方でよかった。絶対違うと思うんだけど。じゃあここ早めに行けっていうことなんじゃない。おでぇ。じゃあここどうすりゃいいのよ。右行ったら骨が突っ込んでくるでしょ。え、ここマジで行くか。こんなところに鉄球が出てくんのか。はいはい、隠しブロックはわからないよ。っていうか水中だったらあんなに鉄球遅いんだな。そしてこのデガキノコを取ってこのブロックを壊すと、そういうこと。
NASA で働きたいと思ったことありませんか？まあ NASA といえばね、ロケットの打ち上げっていうのを一回生で見てみたくてさ、調べたことがあるんだよね。そしたら鹿児島か沖縄のどっちかで見れるかもしれないみたいな、そんな情報を聞いたことがあって、そんなことできるのに一回見てみたくない？シューゴーってご威力がねえな。集合ってなんだ、ゴーがいっぱい来たな。どうも、語彙力足りなキングっす。今日もトロールコースやってってますけど、なんでいつもトロールコースをやってるかって、それをね、語彙力が足りない僕にとっては好都合のコースなのさ。やられた時は大体わーとかギャとか言っときゃ、なんとかそれっぽい動画になる。うん、こういう時こそ語彙力がない僕にとってすごく辛い場面だよ。何を喋ればいい？何やられた？やかましい、勘違いされちゃうって。本当は僕トロールコースが好きでやってるんだからな。そこら辺だけ勘違いしないでね。もうさっきの言葉だけ聞いたらさ、ただただそれでいいからやってるみたいな。そんなに、これ今のカロンの甲羅を取れってことかな？隠しブロックはなさそうだね。じゃあ一旦左のドアに入ってみようか。それが正解だ。コインの場所に行けってことかな。なんかあそこにカロンの甲羅出てきてんじゃん。そこに甲羅があるみたいな。あ、あるんだね。でこっからどうすりゃいいかなんだけど、今のドクロリフトは何の意味があったので、こっから先には行けないよな。いや、何もありそうにね。え、マジでわかんねえ、こっから行き方が。あ、わかったかもしんない。この線を越えないように行けっていうことなんじゃない？そしたら多分あの砲台が出てこないよみたいな。あー、なるほどね。いや、よく一発で気づけた。さあ、ここでピンクコインを取ってさっきの場所に戻りますか。さあ、2枚目はこのドアだね。1枚のピンクコインにつき2画面あるっていうのはわかった。で、ここでお手番押し出される。ナイス。そしてこれは一気アップを取って、一気アップじゃねえ。さあ、ドアに入っていきましょう。ドアじゃない旅館でもいろいろ間違えすぎなんだよ。実況やめちまえ。これはな、右だ、右だ。オッケー、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 オッケー。で、こっから倒していいの？倒して、え、これ右上行ける？一旦さ、これ左乗ってみようか。左、あー、なるほど、こっちはスターだったってわけね。ってことは左で合ってた。さっきと違うパターンやめなさい。さっきはそんな放題なかったじゃんか。一周してくる、頼む。お前が来んのか。次こそ雲に乗ろう。雲に乗って上に行く。で、こっからさっきと全く一緒だと思うんだよね。オッケーオッケー。じゃあキノコを取ってこの土管に入っていく。そして最初からさ、左を取ればよかったんだよ。そしたらスターが隠れてるみたいな。いや、ここもさっきと違うかもしんねえ。スターなのかこれは。オッケーオッケー。そしてこの辺でジャンプして、んー、土管に入っていく。頼む、入れさせて。落ち着け、落ち着け、落ち着け。スターが切れちゃうから。邪魔だ、オンプが。こういうのさ、一回沼ったらもう常に沼っちゃうよな。いや、地味に難しい、あそこ。さあ、ここで USA キノコを取って、うん、やっぱりね、そこなんか入ってしまうと思ったんだよな。おーのーって書いてる。もう上に行かして、頼む、逃げさせて。ワンワン邪魔だって。僕はやられても絶対説教なんてしないからな。笑うな。こんなシンプルな罠に引っかかってしまった自分が悔しいぜ。ただアイテムが出るやつだと思って、あぶねえ。そかな。そしてこのバネは、いや、いちいち持たないでいい。そんな危険は僕を犯さないよ。このまま土管の方に入っていこう。P スイッチ、あー、なるほど、下に落とす作戦で、ね、そんなのは引っかかりませんよ。じゃあこのまま先に行こうか。そしてこの土管に入って、土管にありませんね。もしかして下が正解？いや、これいける？下いけるかな？ですよね。じゃあそのまま下に降りてよかったんだ。この辺で隠しブロックあったでしょ。そしてこのまま下に行く。オッケー、シーソーゲー。ちょっと待ってね、今 USA キノコのまま来いって書いてなかった？このパネに当たって、あ、はいはいはい、分かった。ここで大ジャンプして隠しブロックが叩けて、なおかつ下に行ける。ナイスナイス、そういうことだったのか。多分これで終わりっていう感じなんじゃない？早く開けてくれ。このピンスイッチじゃねえ、ピンブロックが邪魔なんだ。で、チビになって先に進めばピンコインがある場所に出てくると思うんですけど、さあどうだ、ピンコインが出てきてくれ。さあ、ラストのドアまで来たね。で、このトロール制作者 DGR デイブさんって言うんだけど、トロールコースを探してる中でめちゃめちゃ出てくるんだよな。だから結構有名な方かもしんない。そしてここは別のアイテムが出てくるんじゃねえの？おーしよしよし、分かってんだよ、トロール名人を舐めるな。はだ
お前のことじゃないんだよ。このコースあれだね、トロールを熟知してる方にも向けられたトロールコースだね。そうしないとさ、青の土管からデカキノコを待つとかしないじゃん。絶対初心者の方とかわかんないと思うんですよ。てかこれ前の動画でも言ったような気がするな。魚ちょいちょい出てきてますけど、そんなのに引っかかりませんよ僕は。俺を舐めるな。そして右下のブロック開きそう。うわどうする、行ってみる。いや僕はそんなリスクを避けない。お魚ってなんだ魚に影響されすぎなんだよ。右上行ってみる。上は行けそうにないか。あ、左上なんか出てきたよ。また魚か。はいはいはい、左下オン、そして右下に雲があるってことはここ床があるんでねえの。ないよ。絶対雲のところ怪しいと思ってた。じゃあ素直にこっちに行けばよかったのね。今チャっていう音が聞こえたな。どっかから魚が降ってくるんじゃないのか。大丈夫か、この上に行ってもいいのか。左上は網で挟まれるデカキノコつまんねんだよ。じゃあ一旦このパックに当たってこの状態で行ってみようか。これでいいのかな。え、こんなんで行ける、先に。一旦右行ってみるよ。結局さ、左上に行かないんじゃない。右行ってみようか。右行っても開かない。で結局こっちに出てきてしまうよな。スーパーキノコ。もういいんだよその下りは。じゃあチビになっていきます。でもこの状態だったら右のブロック壊せないと思うんですけど、どうやって先に進む。あ、B スイッチになったら、あ、これでパウの道を作ってくれるっていうわけか。これどういう仕掛けになってんだろうな。さあこれで右が開いたね。もうそろそろ終わりに近いと思うけど、派手な音叩いた瞬間すぐ右に逃げる。バネ、え、ここのバネどういう意味があるの怪しい、すげえ怪しい。一旦乗ってみるか。うわ危ねえ誰、よくもやろうとしてくれた。今チャって言わなかった。ここに魚が引っかかってるってことでしょ。大丈夫これ、普通に降りれるかな。よし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 、これで全部集まったんじゃない。さあ最後の扉に行こうかと思ったけど目の前だったわ。さあゴールを会ってくれ。もういいよ、もう周回だけはさせないでね。なんか来てんな、右下でいいのか。うわ左下怪しくない。こっち怪しいと思ってた思ってた。そっちか。お願いします、鍵の集め直しだけはやめてね。鍵の音が聞こえないよ。え、ここに行ったら鍵が手に入るみたいな、そういうこと。え、なにこれ、ふざけるな。じゃあどうやってゴールすればいいんだ。このバーギリギリで待っておいたらゴールできるみたいな感じなんかな。でも何かが発動して落ちてきた音が聞こえたから、いや絶対無理だよな。多分ここに行くことは間違いないと思う。ここで砲台が落ちてくるでしょ。でこっからどうするかなんだけど、もしかして上に行く、この上に行けばいいみたいな。あ、なんか出てきたね。骨じゃねえんだよ。え、こっからどうやってゴールするかわかんねえな。うん、もう右行くしかないんだよな。どうやってもゴールできないから、こっからまた集め直しっていう感じになるんじゃない。多分それで、あ、下開いたよ。あ、さらに下も開いた。こっちが行くべき道だったのか。はいはい、最初からこう行けばよかったんだね。なんでよお前は。お、主張が激しいって。一緒行くじゃん。一緒行けねえじゃねえか、ずっとそこに閉じこもってろ。さあ鍵を手に入れてこのドアに行きましょう。それで最初のところに戻してはくれないと。でも一旦僕戻っ、ピースイッチが鳴ってる間に行こう。これでデカクッパクランはいないでしょ。そしたらリンクが取れると。この四角の枠は怪しい。僕は絶対に叩かないよ。いや一旦右から叩いてみようか。絶対ブラバとか。分かってんだよそんなこと。これでも食らったらメイドの土産だぜ。そしてここはヒップドロップして降りていく。うん、何ここ、上には逃げれないのね。あなたの攻撃を食らいます。ロケットパンチ。リンクを取って当たっていけっていうことかな。それで先進めるオンオフは、あ、これで変わってくれんのか。仕掛けがよくわかんねえな。今度もリンクは手に入れないとかそういうことでもなさそうだ。さあ爆弾で壊してこれ下に降りてっていいのかな。いや左の土管入れないでバーがあるから。絶対しこんなんじゃねえと思う。いや届かねえ、いや届かねえよな。一旦降りてってみる。ギリギリまで、ギリギリまで行って、クソ下の土管がすげえ気になるな。あそこ危険な匂いがプンプンするぜ。じゃあここでオンオフをしてすぐ下に降りていく。左を出発しようか。このハテナは何だろう、ブラッパか。うん、ああなるほどね。つられで落として罠に引っ掛けようとしたんじゃない。え、でもこれいける、あ、ここで取れっていうことね。オッケーオッケー。そしてここはまた弓で倒そうか。上行く、下行く、上行こうか。上すげえ怪しい。危険な匂いしかしねえあっちは。大丈夫か。上なんか行きたくねえよもう。
なんか嫌な予感しかしてない。 Y ってなんだ、ここで Y をすればいいの？もう引っかかってやるよ、ここで塩変えて。すげえ変わりそうなんだけど。ただこれだけのために設置したの？うわー、制作者さんすごくド S ですね。さあここでもうゴールがあってもいいよ。これはゴールの予感がする、プンプンするよ。いやどうなんだろうな、このまま右行ったらあそこ開けてくれると思いたいんだけど。 OK OK 言われてますけどね。一旦この場所で待っておく。右行けばいいのか、また右に、ここか、ここでいいのか。ボム兵は振って、あ、鍵手に入れてるからまたこっち行けっていうことなんじゃない？あーなるほど、そういうことで、次はちゃんと取るよ、ここのリンクを。 OK OK。 そして右下に行けば、え、ゴールめちゃめちゃ長くない？こっちでいいんでしょ？え、あ、またさっきのところじゃん。頼む、次こそゴールさせてくれ。よしよし。さあゴールしましょう。ガキもなんかに当たるなよ。よっしゃいや、このコースめちゃめちゃ凝ってたね。最高に楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオシャープ10ということで、久しぶりにスーサソさんの激ムズ放題コースだね。コインを3枚取ってゴールすればいいだけだと思うんだけど、めちゃめちゃクリア率が低い。1000回以上トライしてるのにまだ5人しかクリアしてないんだよ。これはめちゃめちゃ苦戦しそうな予感がするね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.44%。スーサソさんの作る一発マリオで放題コースめちゃめちゃ好きなんだよな。そしてゴール条件はコインを3枚取ってからゴールか。ってことはさっきサムネに映ってたこの3枚のコインを取ってからゴールしろっていう感じだと思うんだけど。邪魔くせえ放題が。え、ちょ、いけるかな。これ絶対ぶつけばい。どのタイミングで行こうか。放題が出たタイミングですぐ乗る。 OKOKOK。 そして、あー、はいはいはい、なんかいけそうな気するわ。クリア率の割に意外といけそうな気するわ。さあ1枚目のコインを取ってて、2枚目の取ってすぐギャー。1枚目のコイン取って戻ってみる。ちょっとそれでやってみようか。でもさ、時間10秒しかないから間に合わないと思うんだよな。てかこれさっきと同じパターンだー。別の生き方がある。そうだろう、開始走行ジャンプしてみよう。いけこりゃこう見つけたぞ。もう分かったもんね。この隙間に入って上に行けばゴールができるんだ。うわ、集中しろ、種さえ分かればそんなに難しくないコースなんだ。見てろ、いけー、よっしゃいや、今回も素晴らしいアイデアの放題コースありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。